1枠インコース優勢の流れでレースが展開されています。シリーズ初日の攻防となっているボートレース尼崎、迎えるカードは第8レースです。1号艇は柴田浩二、2号艇大久保慎一郎、3号艇岡雄心、4号艇鎌田忠史、5号艇岩瀬雄介、6号艇松田裕樹、以上6名の対戦です。枠なり6艇作戦待機行動を進めていきます。1号艇で登場、柴田浩二が人気を中心に押されました。前半カードは3着と船金絡みとなった頃、1号艇の柴田、そしてこの外2コースに続くのが2号艇大久保慎一郎です。実績は上々のモーター4号機を手にしたのはこの2号艇の大久保慎一郎。センタープールとの水面相性も抜群です。常にハイパワーに仕上げてまいりますこの2号艇大久保、久々の G1 戦、その初陣ということになります。3号艇の岡雄心がこの外へと構えてセンター3コースから、こちらも尼崎との相性は良好。前回は平凡モーターに苦しみましたが、その分も今シリーズ大暴れを誓います4号3号艇廊下。そして前半レースはなんとも痛恨の勇み足でありましたが、鎌田忠史が4コースの角1きっちりと枠を主張。この外に5号艇の岩瀬が構えて、6コースに6号艇の松田、スロー3艇ダッシュ3艇、角を取ったのは4号艇鎌田、インに構えたのは1号艇の柴田。地元両者がインと角、スタートまで残り10秒、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前、スタートしました。コーススタートを決めたのは3コース、5コースから3号艇、5号艇が1枠の攻防です。先に回っていく1号艇の柴田に2コース、2号艇大久保が指してくる。まくり差しから3号艇の岡雄心、内をついて5号艇の岩瀬となります。バックスエッジへ入りますが、先頭は1号艇の柴田、2番手内側から5号艇の岩瀬、この外からは2号艇大久保。スタートは正常でした。2マークへと入りまして、先頭は1号艇の柴田浩二、2番手の水は5号艇外を回して岩瀬、上位体系1番5番1号体系となっています。3番手追走2号艇大久保、4番手以降は4号艇3号艇6号艇の追走です。先頭は陰線からこらえました。1号艇の柴田浩二、2番手から追走は5号艇の岩瀬裕介、上位体系1番5番1号体系、3番手からは2号艇大久保、その後方からは3号艇6号艇4号艇となります。インコースから押し切りました。先頭人気の中心は1号艇地元柴田浩二、2番手追走は5号艇アウト、5号ストップスタートから指してきました岩瀬、3番手からは2号艇の大久保、上位3艇は152、4番手以降は6号艇3号艇4号艇で最終周回に移ります。先頭は陰線から押し切り成功となった1号艇の柴田浩二です。そして2番手追走は5号艇の岩瀬、5コースただ一人ゼロ台へと踏み込んでいきました。トップスタートから指した5号艇岩瀬、3番手2号艇大久保、上位3艇1号に、4番手以降は6号艇松田、3号艇岡、4号艇鎌田となります。ラストマークに入りました。先頭は1号艇の柴田浩二です。2番手から追走は5号艇の岩瀬雄介、3番手から2号艇大久保、上位3艇は152、4番手以降は3号艇6号艇4号艇が続きます。先頭1番柴田五輪、2着5番岩瀬五輪、3着2番大久保五輪、3番6番接戦で五輪、ラスト4番鎌田五輪。以上尼崎第8レースでした。第8レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着5番、3着2番、以上でございます。